にちは、こそらです。ちょっと忙しく遅くなりましたが、緑の仮面の続きの実況を始めたいと思います。ちょっと時間が空いて、もうだいぶ内容を忘れちゃった気がする。確か前回はトモッコたちが復活したんだよね。素振りの様子もだいぶヤバかったんだよな。何のこと？なかったことにするな。ローさんいらっしゃい。来るのがちょっと遅かったですよ。どうやら本当にトモッコは北上センターにやってきて、何も知らない管理人さんたちがお面を渡しちゃったらしい。村人のみんなはトモッコをいいポケモンだと思ってるもんね。いや絶対あの見た目悪そうじゃん。見た目で中身はわからないから。そして管理人さんたちはトモッコたちにスパイスたっぷりの北上餅をあげてしまったらしい。スパイス、いやまさかな。とりあえずトモッコたちは恐れ穴に向かったそうなので、主人公はオーガポンを助けに、デイリュはお面を直しに戻ることに。恐れ穴につきました。早いな。これはオーガポンがトモッコたちにいじめられてるね。かわいそうに。3匹で弱いものいじめなんて許せませんなぁ。大事に飾ってたキャラ消しゴム使われた時くらいには許せない。それは許すな、処刑だ。なるちゃんもウサギのアイテムたくさん缶に入ってるもんね。勝手に人の部屋入るなぁ。っていうかオーガポンの素顔かわいすぎる。ボケ戦行った時にぬいぐるみ買っておけばよかった。ついでにピカチュウのカチューシャも買ってきて、なるちゃん用に。なんでだよ。とまあ何やらトモッコたちが相談して、お猿さんの方が前に出てきたね。お寿司握りそうな見た目ですな。美味しくはなさそう。これは戦う感じかな。まあなんとなく分かってたので、虫は噛んで準備をしておりました。お前ら多分悪タイプだろ。だから格闘ポケモンでいく。事前情報を見てなかったので、見た目からの決めつけである。インファイト。効果は今一つのようだ。全然違った。毒タイプの技を使ってくるので、とりあえず鋼タイプで様子見。それならもしかしたら毒タイプの可能性があるね。どちらかというと毒にやられてそうな顔だけどね。顔色はもともとだから。タイプはよくわからなかったけどゴリ押しで勝ちました。結構強かったな。実はチロルがお亡くなりになってます。死んでねえから。これは引き続き倒していく感じになるのかな？そうなっちゃうと結構きつそうだ。できたらここで一旦回復したいところ。でもやる気満々だね。と思ったらデイリュちゃんが駆けつけてくれました。素振りがいるのはちょっとびっくりした。そしてトモッコたちはデイリュちゃんの気迫に押されて、意外とあっさり逃げていきました。初めからデイリュいたらよかったんじゃ？さすが私のデイリュちゃん。お前のものではないからな。よう、あと、ちゃんといいな。お面のこと、俺、カッとなっちまって。本当にバカなことをした。ここでスグリ君から謝罪が。だから、ごめん。いいんだよ君が元気になってくれるなら。意外とあっさりだな。やっぱりトモッコの呪いか？よう、ありがとう。ちなみにここで一時停止するとキス顔っぽくなります。感動を返せ。とりあえずこれでスグリ君の件は一件落着です。そうなのかな、ちょっとあっさりスリル気も。と、ここでスグリは初めて鬼とご対面することに。オーガポンも無事そうでよかった。スグリ君どんな反応するのかな？本当に鬼様じゃ。わや、めんこいな。すぐりくんが笑ってくれたよ。ずっとへこんでた子が笑ってくれるのは嬉しいな。鬼様、これ。すぐりくんがお面を渡してくれてるね。でも初対面だからびっくりしちゃってるみたい。これは悲しいけど仕方ない。仕方がないので主人公が渡すことに。お面を渡すと喜んでかぶってくれました。とっても可愛すぎる。うっふ、喜んでる。ヒョウには心許してるんだね。一件落着したのにまたなんか怪しくないか？気のせいだといいなぁ。ただまだお面は残り3つ取られたままなので、みんなでお面を取り戻すことになりました。お面取り戻したい結成です。というわけで次は水力タウンで情報を集めることになりました。ここからオーガポンを連れ歩けるようになりました。かわいすぎませんかぁ。水力タウンに戻ってきました。オーガポンなんか嫌そうだな。昔から村人にいじめられていたのでトラウマになってるらしい。なのでオーガポンには一旦ここで待ってもらうことになりました。オーガポンちゃんいい？あたしたち村行く。オーガポン、ここでステイ。オーケー？うまく伝わってないな。やっぱダメか。ここで主人公が話しかけてあげます。待っててねー。主人公には心開けてるからいけそうだけど、すぐりの心が閉じないか心配だ。きっと大丈夫だと信じよう。わかったみたい。笑ってくれてる。さすがに考えすぎだったみたい。という感じでほのぼのした会話がありました。それでは情報収集に行ってまいります。なんか探すのに時間かかっちゃったんだけど、なんとか3匹の居場所の情報が集まりました。
時間かけるところじゃない気がするんだけどな。トモッコたちの居場所が分かったので、ゼイユちゃんたちと合流して知らせたら、スマホのトムに場所が記録されました。看板巡りみたいにまた3カ所回るみたいです。それじゃ、鬼のお面取り戻しに行くよ。おお。俺、行かね。また雨がいい味出してる。なんかすごく天気が空気を読むなー。氷がいれば鬼様も安心だろうし。やること、あっから。大丈夫かなー。やっぱりメンタルまだ完全に治ってない気がする。大丈夫だといいなー。というわけで今回はここまでになります。また続きやってたらよろしくお願いします。バイバイ。